デス・グリップスは、アメリカ・カリフォルニア州サクラメント出身の3人組、ヒップホップバンドである。ボーカル担当のステファン・バーネット、MC ・ライド、ドラム担当のザック・ヒル、キーボードプログラミング担当のアンディ・モーリンの3人から、なる。バンドの音楽は、パンクロックとヒップホップとノイズの融合だと、称されている。2010年12月結成。2011年にミックステープ。 エクスミラテリオフリーダウンロードで発表。そのノイジーかつフリーフォームな音楽性が話題となった。2012年メジャーレーベルであるエピックレコードと契約。4月に最初のスタジオアルバムザマネーストアをリリース。本作は各音楽メディアから高い評価を集め、ピッチフォークメディアのこの年の年間ベストアルバム第9位に選ばれた。リリース後はカナダ。 ヨーロッパを含むツアーが予定されていたが、新作制作のためツアーをキャンセル。同年10月、アルバムのリリース時期をめぐって、エピックと対立し、自らで新作、ノーラブディープウェブをネット上にリーク、フリーダウンロードで発表。その陰形に、マジックでアルバムタイトルを殴り書きしたという過激なアートワークも話題となった。この結果、 バンドはエイピックからレコード契約を破棄されることとなった。2013年1月、渋谷 WWW にて、初となる来日公演を行い、7月には、フジロックフェスティバルに出演。同年11月には3作目、ガバメントプレイツをフリーでリリース。ありがとうございます。